今日からレコーディング、今から東京行ってきます。そしてあとクラウドファンディングも5日です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、ナターシャです。今日はレコーディングの第1日目、終了いたしました。で、まあ、今日はまあ、夜も遅くなるし、で明日もあるので、熱海に帰るのちょっと大変なので、東京に、ホテルを取って今ホテルに、チェックインしたところです。今日はまあ、第1日目で、まあ、今日と明日は楽器の人の録音なんですけれども、歌を入れないとやっぱり分かりにくいので、演奏しづらいので、まあ私もずっと歌ってたんですけれども、まあ一応仮歌っていう、ことになってますが、でもまあ仮歌、まあ、来週そのね、歌のレコーディングっていうのを、本格的な、歌のレコーディングは来週から時間を取ってるんですけれども、まあ、仮歌っていうので、ちょっとまあすごい神経質にはならないでいいっていうのもあるかもしれませんが、それでももう全曲すっごい楽しくって、もうすごい幸せに、もう本当に、もうこの時間止まってっていうぐらい楽しかったです。アレンジも本当に、まあ今日合わすのがね、初めてだから、こんな感じなんだっていうのが分かったりして、でこう第1曲目のこうオープニングに、あ、これを持ってきて、この音だから、あ、クリスマスだって感じだ、キラキラしてるとかね、まあ、ちょっと全部言っちゃうと、まあ、ネタバレになるから言えないんですけれども、そんなのをしたり、まあ、今日はいつも そのピアノ、ベース、ドラムスプラスゲストで入っていただく、サックスとかギターとか、トロンボーンも入ってもらいました。本当にどの曲もすごい、素晴らしくて、すごい幸せな、時間を過ごしました。明日は2日目、同じように、まあ、楽器の録音なんですけれども、また違ったゲストが、来てくださいます。ということで、まあ、無事に1日目終わって、すっごい、まあ、こんな風に幸せに歌えるってことは、もうね、この CD すごいいい CD になるだろうなって、今からワクワクしています。まあ歌のね、研究をこれからまあ、明日いろいろ持って帰って、自分なりにいろいろ研究して、来週歌の本番やるんですけれども、すごく楽しみです。まあ、あと、ジャケットとか、その撮影とか、そういった打ち合わせも、してきて、だんだんこういったイメージでやろうとか、そういうのを固まりつつある段階です。ぜひ皆様、楽しみにしててください。クラウドファンディングもあと明日からでもう3日になるのかな、もう本当のラストスパートなので、ぜひよろしくお願いします。そして手続きができにくいって、ちょっと難しいとかいうお声いっぱいいただいているんで、そういった方はぜひ、メッセージを私に直接送ってください。ではまた明日頑張ります。じゃあねー、おやすみなさい。